スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。先ほどまでね、青木和夫先生の、高齢者のためのギター講座という、YouTube で配信されている、レッスン、まあ、サロンみたいな感じのところでお邪魔してたんですが、大変ね勉強になるお話がいくつか聞けたんで、皆さんにもお話ししたいと思います。私はですね、普段、自分の曲であったりとかを演奏するときはできるだけ 432Hz に合わせるようにしてるんですね。 432Hz っていうのは、仏壇なんかにあるオリンチーンってやつですね。あれが約432Hz なんです。で、チーンって叩いてそれで合わせたんですが、こちらの、ダダリオ、弦なんかでね有名なダダリオ社のチューナーが430までは下げられるのかな。要するに A イコール、一般的には440で音差なんかは、設定されてるんですが、まあ、オリンで合わせるのもちょっとね、なんなんで、こちらのダダリオのチューナーを購入したんですが、なぜ432だと、心地よく感じるのかなと自分なりに研究してみたんですが、まずジョン・レノンさん、ジョン・レノンさんの曲がですね432であることが多いんですね。これなんでであることが多いという曖昧な言い方になるかというと、レコードの時代に最終的に再生した時、LP レコードだと33回転で、ちっちゃいレコードだと46回転でしたっけ、ごめんなさいね、忘れちゃって適当で。で、再生した時に 432Hz で聞こえるんですよね。なのでとても心地よく聞こえます。で、あとボブマリー、ボブマリーさんのライブをもうコピーしてましたところ、よく有名な、これがどうしてもレゲエ独特のね、怠け感というかだらけ感というかにならないんですよ。で、耳コピであれちょっとチューニングがあって合わせてったら行き着いた先が432だったんですね。どうもその多分レコードの時代にそうなったのか、なんか適当にやってたらその辺が気持ちよかったのか、理由は定かではないですが、なんとなく、その432ぐらいに合わせるとちょっとこうテンションが下がるのと違うな、ちょっとこう張り詰めてた気持ちがちょっとふっとこう穏やかになるみたいな、そういう効果があるなというのに気づいたんですが、何分ですね、青木加藤先生の場合だと 440Hz に合わせてらっしゃるんで、ギターを 432Hz のものと 440Hz で合わせたものを用意しておいて、青木加藤先生の、レッスンの時には当然音が合ってないと気持ちが悪いですから、なのでそれで、教えていただいてました。で、これはもう癖なんですけど、人が話してる音程をこう探す癖があるんですよね。で、青木和夫先生やはりギタリスト、さすがギタリストだなと思ったんですけど、ドレミファソラシドっていうのをド、青木先生が言うドはイなんですよ。青木先生がドーって言うんですね。で、お話になるときは、一般的にお話になるときはやはりどうしても声のトーンを下げるんで G でお話をするんですね。まあ、だなんとかですって。で、青木和夫先生がちょっと嬉しい気分のときは B なんですよ。少しだが嬉しいんでテンションが下がるんですね。ああ、そうですかみたいな、あ、どうもこんばんは、青木和夫ですみたいな、
でそういうのがいつも癖になってるんで、たまたまこう先生先生どこかなってこう探してたら、あ、先生が言うドは E で、お話しするときは G で、嬉しいときは B だなっていう。でそれでこうお話ししてるときに伴奏をつけちゃうんですよね。それ単に癖なんですけど、あの保健科の先生にあ、それ面白いねって言っていただいてありがとうございます。あの単にこうなんでしょう、ペン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 ってやってることが多いだけなんですが、青木風先生すごいなと思ったのが、自分が分からないこととかズバッとそれ分かりませんから、ちょっと答えようがありませんとかね、あ、それ面白いですねとか、すごくね、吸収する力っていうか、お年はちょっと存じ上げないんですが、私より高齢です。でもね、すっごく勉強熱心というか、いろんなことをね、まだまだ吸収して、死ぬまでこう音楽を続けていくんだっていう、そのなんていうんですかね、音楽に対する情熱みたいなのが素晴らしいと思いました。なかなか時間が合わなくて、ここのところ青木和夫先生のギターレッスンね、見られていなかったんですが、今日ね、久しぶりに見て、やはりこの人はすごい人だなと思いました。これからも青木和夫先生よろしくお願いいたします。はい、竹下敦でした。